皆さん、こんにちは。34年ぶりに東京ドームで行われるプロボクシング興行のメインイベントで、世界4団体スーパーバンタム級統一王者井上尚弥選手に、 WBC 同級1位ルイス・ネリ選手、東京ドームで行われる試合はマイク・タイソン以来で、その伝説を30年以上の時を経て再現できたのは、井上尚弥選手の実力の凄さを物語っています。米専門誌による全階級を通じた最強ランキングパウンド・フォー・パウンド1位選出に、史上2人目の2階級での主要4団体王座統一、井上尚弥選手は強さのみで世間の注目を集め、2階級目の4団体王座統一を果たしたマーロン・タパレス戦は抽選販売に約10万件の応募があり、最高額22万円のチケットも完売しました。所属ジムの大橋秀幸会長が、井上尚弥選手が4階級制覇を達成した23年7月頃から、とりあえず東京ドームで行けると手応えをつかんでいたそうです。世界的マッチメーカーである帝拳ジム会長の本田明彦氏も、尚弥にしかできないと大橋会長の背中を押していました。試合の規模はまさに破格で、今回も22万円の最高額のチケットは早々に売れ、観客数は4万人超。タイソン戦の興行にも携わった本田氏は、ゲート収入はタイソンの時より今回の方がすごい、日本選手絡みでは間違いなく最大のイベントになると話していました。日本選手のファイトマネーは22年にゲンナジー・ゴロフキン選手と世界ミドル級王座統一戦を戦った村田諒太選手の推定6億円が最高額とされてきましたが、本田氏は井上選手がこれを超えることを示唆していました。井上選手は、自分が初めて世界王者になって10年、東京ドームで試合ができるのは何かの縁だと思う、ジム設立30年に東京ドームで試合できることも感慨深い、必ず成功させなければいけないという思いはいつも以上に感じる、自分自身に期待したいと胸を躍らせ、東京ドームのリングに立っていました。そんな井上尚弥選手は試合開始から苦戦する一戦でした。1回開始18秒に井上選手が豪快な右フックで会場を沸かす中、ネリ選手も遠くから一気に踏み込んでのワンツーを振るいました。1分49秒過ぎにネリ選手の左フックがカウンターで炸裂し、井上選手がプロ初ダウンを喫しました。立ち上がり防戦となりましたが、踏ん張って初回を終了しました。2回井上選手がジャブをついて試合を作り直していき、足を止めて探り合うように拳を交錯させていきました。井上選手がボディを決めるなど徐々にペースをつかんだ2分過ぎに、ネリ選手が飛び込んできたところに左を合わせてダウンダッシュ、劣勢から一気に盛り返しました。3回井上選手は相手のジャブをさばきながら要所で強打の右を振っていく中、ネリ選手が転ぶ場面もありましたが、スリップの判定、不用意に飛び込んでのダウンの影響か、ネリ選手は慎重さを感じさせ、残り30秒を切ってから井上選手のワンツーが大きな音を響かせました。4回井上選手がワンツーを軸に組み立て、1分20秒過ぎに顔面をかすめるパンチを受けると、グローブで顔を撫でる仕草から強烈な右ストレートを放ちました。ネリ選手の大振りの左を見切るようにステップを切りながら3分間を終えました。5回トレーナーの慎吾さんから、慌てることはないと送り出された井上選手、頭から突っ込んでくるネリをステップでかわしながら左のジャブを打っていき、残り40秒でロープを背負った状態から鋭い左フックでこの日2度目のダウンを奪いました。ネリ選手は中間距離で打開点を見出せず、強引さが目立ってきました。6回井上選手が前に出る展開が続き、ネリ選手は防戦一方になり交代が目立つようになる中、2分過ぎに連打で押し込むと、最後はカウンターでダウンを取り、6回 TKO 勝利を飾りました。世界タイトルマッチを前に、井上選手は5日、都内で計量に臨み、スーパーバンタム級の制限体重をおよそ 100g 下回ってクリアしました。一方、6年前の世界タイトルマッチで制限体重をオーバーして、タイトルを剥奪されたネリ選手も、今回はおよそ 500g 下回ってクリアしました。このあと井上選手とネリ選手は関係者が制止するまでおよそ20秒間睨み合い、握手をせずに離れました。井上選手は、いつもながらにバッチリだ、
スーパーバンタム級では3回目の試合なので、調整面ではなんとなくつかめてきている、明日やるだけだと自信を示しました。またネリ選手が軽量をクリアしたことについては、余裕なのではないか、ネリも過去最高のファイトマネーをもらうようだし心配はしていなかったと話していました。4日の公式会見では、もう体重はリミットの中にあり問題ないと自信を示していましたが、前日計量日にネリ選手は報道陣の取材に応じませんでした。しかしルールミーティングでは悪道ぶりも披露。グラブは当初自身が持ってきたメキシコ国旗のカラーをあしらったグラント製でしたが、グラブチェックの際に井上選手が使用する日本のウィニング製が気に入ったそうです。関係者によると、持参したグラブは大きくて重たいそうで、井上選手のグラブは見た目が小さいと感じたという。試合を管轄する JBC は急遽同様のグラブを用意。ネリ選手はさらに色も黒を希望したそうですが、これについては JBC から保管してあった青を提供されることで納得したようです。全てのイベントを終えたネリ選手は短いインスタライブを行ったり、 X で今度は私の番とメキシコ国旗の絵文字をつけて勝利をアピールしていました。そんな井上尚弥選手は試合後勝利者インタビューで、6年前に日本での因縁があったというのは観戦していたので、ファンの気持ちはしっかり受け止めていたが、東京ドームでの戦いは井上尚弥対ルイス・ネリ、自分はこの戦いに集中して心がけてきた、なので勝った瞬間はネリに感謝の気持ちで握手を求めに行きましたと語りました。続けて、プレッシャーがあったんですけど、皆さんが声が僕の力になりました、本当にありがとうございましたと語り、1回のプロ初ダウンについては、1ラウンド目のサプライズたまにはいかがでしょうかと笑って話しました。ダウンを奪われた後には、ついては父や弟の拓磨さんと話したことについては、覚えてないですよ、自分自身必死だったんで、ダウンした瞬間に落ち着いて対処することができた、普段のイメトレがこうして出たと思う、ダウンした瞬間のことなんて覚えてるわけないじゃないですか、勘弁してくださいよと笑って答えていました。今回は試合前から急遽ルールが変更されるなど、井上選手に不利な状況からの一戦でした。日本ボクシングコミッションは6日に東京ドームで行われる世界4団体スーパーバンタム級統一王者井上尚弥選手と WBC 同級1位ルイス・ネリ選手のメインイベントでの公開祭典を取りやめると発表しました。理由については、諸般の事情によりとだけ説明しました。前日計量が行われた5日には、 JBC の安河内剛事務局長が WBC のルールを採用し、4回と8回の終了時に採点を公開することになりましたと説明していました。この急遽のルール変更にネット上では、 WBC 本部はメキシコ、ネリのお膝元、体重超過や薬物陽性でネリが追放されなかったのは WBC の力が働いたから、今回の公開採点しないのは、もし判定まで行けばネリに有利にするための WBC からの圧力ではなどの意見がささやかれていました。いかがでしたか。今回は井上尚弥選手の世界防衛戦について紹介しました。見事な TKO 勝利で日本中が盛り上がった一戦でした。これからも井上尚弥選手の防衛戦が楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。